皆さんは人妻という言葉をご存知だろうか。人の妻と書いて人妻。そこにどうだろう、初体験という言葉を組み合わせてみては、人妻の初体験。あなたも初体験してみませんか。ようこそ初体験の館へ。ここは美しい人妻が初めて体験する、つまり初体験をしていただき、女性としてより美しく、そして輝いていただくための魅惑の館。さて今回の人妻はどんな初体験。何やってるんですか。見たいよ、結婚だよ。気持ち悪いですよ。いや気持ち悪くないでしょ。だってこんなだってほらロン毛でかっこいい感じしない。何ですかその化粧と髪型。いやいや、だから魅惑の親方、人妻がウェルカムみたいな。気持ち悪い。大人気ハンティングアクションモンスターハンターフロンティアオンライン。パソコン専用でありながら連日多くのハンターが狩りに出かけている本作。今回嫁猿こと平井泉さんが初めてフロンティアを体験するぞ。はい、そんなわけでちょっとね失礼いたしました。ちょっと髪がね普段ね生えてないんでね、ちょっと不慣れなんですけど、お許しください。はい、はい、早速由美さんの方にね、嫁猿さんの方にモンスターハンター F を挑戦していただくわけなんですけども、はい、その前に由美ちゃんはモンスターハンタードスはどんぐらいプレイしたの。ドスは多分1300時間ぐらいは。1300時間っていうと結構相当だよね。結構やったんじゃないですかね。なんであんなにやってたんだろうって。そんぐらいだ。あれですよ、旦那の帰りを待つために。旦那の帰りを待つために。ずっとやってたらもう1300時間経ってたと。そしてモンスターハンターポータブルセカンド、はい、旦那の平井君と一緒に大会の方挑戦したけども、はい、ポータブルセカンドの方はどんぐらいやったのか。時間で言うと300何時間なんですけど、それでも結構やり込んでるね。そんなわけでですね、今回、F は初めてですよね、はい、初体験なんですよ。初体験ですよね。もうすっごい嬉しいです。はい、じゃあね、もう早速、モンスターハンターフロンティアオンライン、やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね早速まずキャラを作ってみましょうか。はい、はい、まず男と女とどちらで。女性で。あ、女性で、はい、はい。まず名前はやっぱあれですよね、やっぱ読めざりでいきましょうよ。はい、もうね、じゃあキーボードとか、はい、ちょっと眼鏡をかけていく。どうぞ。見えない、ね、ああ見えました。しいですね。はい、じゃあ嫁、はい、はい、ありがとうございます。これインナーね。でインナータイプが結構ある。あーわー、あーセクシー色が。あーはい、あーこれかわいい、ね、かわいい。あ、ちょっとすごいですね、いろんなのがある。ね、いろんなこれもうふんどしじゃないですか。マグマンなんてこれ大丈夫ですか。これ俺の好みとかいいですか。いや一応言っていいですか。はい、これかわいいですよ。あ、でもごめん余計なこと言いません。もうお任せします。ゆみさんにお任せします。じゃあこれにしますね。採用されました。あ、僕ね金髪が好きなんです。こんな短いのにしちゃうの。これ俺のタイプ言っていい。これはダメな、顔隠れちゃうから。これもちょっとこれないな、ないないない。はい、もうユミにお任せ。嫁さんにお任せだよ。もうこれはないでしょ。なんだかんだでほとんどルパンの好みでキャラメイクが終了。そしてそのままメゼポルト広場に移動することに。ログインしてまず訪れる場所、メゼポルト広場。最大100人まで入ることのできるこの広場では主に仲間との待ち合わせやアイテムの購入、調合などが可能。早速探索してみよう。結構広いんだよ。そうですね、広いですね、うん、あ、ここは美容室入ってみますか。おお、
ここね、美容師猫がいて話しかけると、ヘアカット、ヘアカットしてきます。しましょうか、はい、お金が全然ないです。あだからまあまあお金稼いだらまた来ようよまあでも こんだけね、まあいろいろまたここで自由に変えられるっていう、はいはい、すっごい切ないですね。切ないですね。まあしょうがないです、あの始まったばっかりなんで。そうですね、はい、女の方行くとここが今何だったわ。家具屋、家具屋、うん、家具屋ありましたね。家具屋、家具屋って自分のお部屋あるじゃない、はい、あそこに新しくですね、その家具をいろいろ設置できて、うん、お友達をこう招き入れることが、ちょっと購入してみようかまだ購入できないじゃないですか。知ってるよ、知ってるけど、どんなのがあるのかなと思ったら、天井用品とか壁用品とか、革の釣り玉とかあるね。クックの回転人形とか、うわー、かわいい。これやばいんじゃない、欲しいなこれ。こうだから武器とか素材だけじゃなくて、自分のお部屋もいろいろこうアイテムを買ってって、要はもう嫁ざり好みの部屋にしていくわけですよ。あ、これは楽しいですね。これは楽しそうだね。フロンティアから、新しく加わった、まあ本当売りっちゃ売りなんだけども、両断っていうものがフロンティアに存在します。両断、両断、両断というのは何かっていうと、はい、なんていうのかな、こうチーム、お友達、最大ね30人、30人も、うん、そう30人も一つのその両断に入れる。へえ、うん、ちょっと選んでみようか。はい、で作りたいけども、作れないって出ましたねそうなんですよ、残念ながら、ハンターランクがですね5以上じゃないと、まあ両断は作ることはできないと。じゃあまだ嫁ざり団が作れないと。まだちょっと、まあちょっと残念なんですけども、嫁ざり団の方はちょっとお預けという形かな。で、はい、それだとちょっとせっかくね、フロンティアやってるので、編集部の方にですね、結構もうハンターランクがバカみたいに高いやつとかいるので、はい、両団やってるやつがいるので、そこにちょっと体験両団で入ってみましょうよ、ね、はい、はいはい、このちなみにルギアってやつが、はい、うちの編集部の結構手だれのハンターなんでね、はい、このルギアの両団にちょっと入れてもらうよう、うん、頼んでみます、はい、ね、ちょっとじゃあチャットしてみますね。はい、両断入れてください。これね、俺が打ってるとは知らないからね、ざまみろって感じだよね、ざまみろ。せっかく親切にしてもらってるのに、この男は。無事に両断に入団することができたユミさん、しかしこの男の悪ふざけは続く。顔文字とか分かんない。うわ、気持ち悪い。よくわからないからよろしくね。すごい絶対言わないですもん、ね、絶対言わないですか。言わないですよ。いやいや、言うでしょう。よくわからないからとか絶対飲まない。見てこいつルギア、何やらしい。了解、騙されてる、騙されてるてるね。なんて言う、よろしく。できました、よろしくです。よろですは使わないですよよろしくです、よろしくです。いやでもなんかほらちょっとさよろですにされた星でしょ。まあ星は星はいいですよ。星はいい、しゃあなしですよ。星はなし、いやいいです、いいです、いいです、はい。違うパーティーを組んで別々の両刃カリバー、うん、カリバーに出ていてもチャットできます。そう、だからその辺は本当に真面目な話ですと便利なんでね。本当ですね、うん、両刃の若い男の子たちとかいるじゃないですか、はい、多分おねだりしたら、はい、絶対なんかくれますよ。あ、そうですか。絶対くれますよ、ね、おねだりってなんかちょっとこうさ、なんかそれ欲しいみたいな、それ欲しいなみたいな、そういう感じのことを言うとチャットで、まあ難しいところだけどね、うん、
レバンさん今日見た目だけじゃなくて言うことも気持ち悪い、うん、気持ちの悪い男は置いといて早速両団のメンバーとイアンクック討伐に出かけることに。これほどモンスターハンターを愛してやまない人妻の腕前とはいかに。マップを取らなくていいの？マップなんていりませんよ。マップいらない。いりません。ああそう、覚えてんの全部。完璧ですよ。ああそう。うわいた。あ、もういきなりいた。切り替わりが早いんだよね、フロンティアってね。そうですね、外して、外して外してますけど大丈夫ですか？デッドボール外して、うん、怖い怖い怖い。しますね、全然知れないんですけど、全然当たってないですね。大丈夫ですか？あー怖い。あ、クックが怒りました。怒った。あー危ない危ない。ちなみに一応嫁ざりさんの方にはですね、さっきね、銭全然持ってなかったのになんで装備してるんだと思う人もいると思うんですけど、ちょこっと進んだ初期装備に毛の生えた程度の装備は、一応用意しました。いやでも心強いです、二人いてくれると。あ、そう。はい。なんか甘えるセリフありますか？やっぱり強いですねという。あ、強いですね、はいはい、やっぱ欲しいですよね。なんかもう星がちょっとチャットで流行ってるみたいな感じですよいいですね、いいですね。結構切ってますね。結構切ってますね。絶妙な間合いでクックの攻撃をかわすユミさん。今まで大きなダメージは特になし。お、足引きずってる。おー、いいですね。もうこのまま倒しちゃっていいんじゃないですか？倒したいですけど、移動しますね。あ、もう寝てます。寝てますね。なんか爆弾とかないですか？ありました。ありました、ありました。爆弾を置いてみましょうか。爆弾を置いちゃいます、うん、じゃあ、ね、行きますよ、うん、派手にね。はい、行った。聞いてる、これだいぶ聞いてますよ。だいぶ。はい、お疲れ様でございました。いやー、やっぱり楽しいですね。はい、というわけで、モンスターハンターフロンティアオンライン、嫁ざりのね、初体験、はいはい、企画いかがでしたでしょうか？すごい楽しかったですね。あ、楽しかった。はい、まだまだちょっと両団とかさ、あの辺とか、うん、きっと嫁ざりさん自身も作りたいとか思ったりとか。作りたいですね。ね、やってきましょうよ。はい、嫁ざりの企画としてさ。できるんですか？できるんじゃない？やりましょうか、ね、平井くんもさ、ワンコーナーね、アメリカザリガニの機械の体みたいな持ってるからさ。そうですね、打倒機械の体、打倒機械の体勢いでいいんじゃないですかね。絶対です、ね、これからもね、モンスターハンターフロンティア、嫁ざりさんと一緒にやっていきたいと思います。はい、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。